まりですか。あなたは？私は風見圭と申します。圭さん、実は私思いつきで神戸に来ちゃったんです。そういうことなら案内しましょう。今日は久しぶりの休暇なんです。本当ですか？オッケー。神戸は行くとこメインプレイシー、どこに着くのかな。神戸は見るとこメインプレイシー、街はどこを見るのかな。カフェでスイーツ食べましょう。シャレの服も買いたいな。ポートタワーもすごいのさ。自然は布引きの滝なんていかがかな。有馬で温泉、疲れが取れるのね。南京町は美味しさいっぱい。豚まん餃子一中華だね。新長田には鉄人だ。神戸の夜景は日本三大夜景の一つで、1000万ドルのきらめきと呼ばれているんだよ。綺麗。私ね、実は大学の先輩に振られちゃって、それで神戸まで飛び出してきたんだ。でも K さんのおかげでちょっと元気になれた気がする。次は新しい恋人と神戸においで。コッケー。じゃあ元気で。市長、たまの休暇なのに神戸案内をされていたんですか。ああ、神戸をいろんな人に知ってもらうとな。ああ、さぞ踊り疲れたでしょう。じゃあ私もまた山積みの書類を片付けるとするか。